皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、中2の娘に英検準1級、不合格理由を激詰め、狂気の総大卒教育パパ、サピックスの校舎満杯問題は私にも原因があるというね、かなりちょっといかついテーマの記事なんですけれども、扱ってみたいと思います。まずね、ちょっとね、記事の内容を紹介したいと思います。まとめ系ツイッター（X）のインフルエンサーの滝沢ガレソ氏に、中学受験で志望校に落ちた中2の娘が今度は英検準1級に落ちたので敗因分析をしようと思う、小1の時から娘と共に受験勉強に励む父親のツイートが物議と紹介されたことで一躍有名になった中学受験系教育ブロガーの千騎士という方らしいんですね。で、この方が華麗な経歴を誇る超一流のビジネスパーソンとして活躍する一方で、第一志望校は残念だったとはいえ、ご息女を見事2022年に名門中高一貫校に進学させ、今なおリアルタイムで教育記録を Twitter（X） で発信し続けているということなんですね。で、まあ、今回そのね、千騎さんという方にですね、最強の中学受験戦略を伺ったという記事の一部になっております。はい、名門中高一貫校の価値はやはりそこに集まる集団の質の良さだと思います。子供はどうしても周りの子供の当然に左右されるものです。医師弁護士になる、東大受験するなどの選択肢が当然の環境である名門校に通えば、じゃあ私も東大受けてみようかなと自然に考えるようになるものです。親が子に中学受験させるのも当然でしょうと。例えば娘が進学した学校では、学校の卒業生が実際に勤務している Google や Microsoft などの名門 IT 企業や、医師として働く病院などに中学2年生から訪問して先輩たちの仕事ぶりを職場で見学することができます。自分の学校卒業生の医師が実際に手術をする現場に立ち会えることもありますということなんですね。まあ、確かにこういった、ね、経験というのは非常に貴重なものだと僕も思います。私は現在も Twitter（X） で中2の娘への教育投資などについて発信を続けています。今年6月には中2の娘が英検準1級に落ちたという投稿で滝沢ガレソさんに取り上げられて、私のアカウントが炎上、まあ鍵かっこつき炎上なんですけど、しましたが、私としては建設的な批判ならむしろ大歓迎ですし、議論ができる機会をいただいたことで、まあ、ガレソさんありがとうと感謝しています。子どもの英語教育や金融教育などについても発信今ではしているということなんですね。中学受験の人気の高まりを受け、大手塾サピックスの人気も年々加熱していると。2019年7月、まあ、だから今で言うと4年ぐらい前ですね、頃にはサピックスの校舎満杯問題が発生しました。生徒数が多すぎてサピックスに入れなくなる人が出始めたんですねと。当時私のブログではすでに中学受験界隈で人気があり、アメブロで月間100万 PV ぐらいに到達していたのですが、もうこれすごいことですね。ある校舎が満杯になって遅かれ早かれ他の校舎もそうなってしまうだろうと述べたこともあってなのか、多くの人が入れなくなる前に子供をサピックスに入れないととなって、一気に生徒数が増えることを加速させてしまったということが起きましたと。2023年現在、サピックス小学部のホームページ内にある募集停止の校舎一覧というページで校舎の空きが確認できるので、不安な親御さんは早めに確認しておくと良いと思います。私の娘はサピックスの港区にある中規模校舎に通っていましたが、やはり富裕層のお子さんが多い印象ですと、ね、リビングから空しか見えないんだと、まあ、つまりタワマンの上層階に住んでらっしゃるとか、お父さんは家のジムで鍛えてるよ、お母さんとお父さんは手術で忙しいんだよねと大人が聞いたら、えと思うような残酷な会話が子供の口から自然に出てきますので、一般の家庭ではなかなか辛い思いをするかもしれません。私の見たところ、日本の最高峰の学歴を持つ富裕層がサピックスの港区中規模校舎の顧客に多くいます。彼ら彼女らへの教育へのこだわりは、日本のマス層から見ると学歴オタクと思われても仕方がないかもしれません。医師や弁護士、経営者などの親御さんが多いですということですね。まあ、記事は以上となるんですけれども、まあ、こちらですね、やっぱりね、見ていってわかるのは、まずね、まあ、大きく一つ言いたいこととして、やっぱサピックスとか中学受験の盛り上がりなんですよね。で、いつもこのチャンネルでもサピックスとか、まあ、早稲田アカデミーとかね、そういったところの中学受験情報というのを扱っていますけれども、やっぱり中学受験っていうのはなかなか大学受験と違って、こうなり手というのは、その我々教える側ですよね、が多くない業界だなというふうに感じています。最悪ですね、まあ、大学受験に関して言うと、まあ、学生のアルバイトというものを使うことができるので、もちろん良し悪しはね、それぞれ判断基準あると思うんですけども、まあ、大学生の方に、まあ、講師になっていただくということができれば、ある程度、まあ、その言い方悪いですけども、労働力の確保という点では、まあ、それなりにですね、あるわけです。なぜなら、要は大学生の人数とお子さんの人数でいいのであれば、まあ、もちろんね、
大学受験に進学する人は大体まあ5割ちょっとぐらいですし、大学にいる人も5割ちょっとなので、まあ、全員が全員イコールでね指導できるわけではないけれども、まあ、ある程度同じ母数がいるところなので、まあ、正直その人手不足で困るっていうことはもちろんあります。今教育業界人手不足なんですけども、まあ、学生講師とかの活用によってそれなりに例えば塾が満帆すぎて入れないってこともなくはないんですけど、例えば現場で例えば河合塾とか、まあ、駿台でも東進さんでもめちゃめちゃ怒ってるかっていうと、まあ、残念ながら起きていないと思います。まあ、残念というか当たり前なんですけどね。ただ中学受験の場合ってなかなかそれが通用しなくて、中学受験してれば全員が教えられるかというと教えられないですし、当然中学受験が終わった中学生が講師をすることができるわけではないわけですよね。つまり一番ホットなその知識を一番持ってる中学生とかっていうのは当たり前ですけど労働力ではないので、教えてっていうのはやっぱり社会人が中心になります。あとは大学生のアルバイトというのもあるんですけれども、とはいえやっぱり集団授業が中心になってくるとしっかりと教えないといけないので、研修に時間がかかったりとか、そもそも中学受験の例えばいくら東大生であってもね、中学受験の問題というものを分かっていないと解けません。はっきり言うと今難しいので、ってなるとやっぱりなり手が多いかというと多くないということなんですよね。でやっぱりサフィックスも、まあ、もちろんもしかするとアルバイトの方も一部いるのかもしれませんけれども、まあ、ちょっと僕もね細かく何割何割とか知りませんが、まあ、社員さんとかの場合が多いと思います。まあ、もしくはまあ業務委託とか、まあ、そのいわゆる社会人講師の方ですよねが多いと思うので、まあ、その点で言うとやっぱり人手不足になるし、やっぱりサフィックスのような進学塾の場合って何でもかんでも全国規模で展開しまくればいいというものではないわけです。特に中学受験だと首都圏がもう中心になってくるので、まあ、受け入れにも限界があるということになってくると、やっぱりなかなかまあ難しいんじゃないのかなと思います。特にですね、最近は東京のまあ賃貸物件とかも借りにくくなったりしていて、じゃあ教室増やそうって言ってもね、なかなかそんなにね都合の良い物件を借りられるわけじゃなかったりとか、もしくはお金さえ出せば物件は借りられるけれども、まあ、講師がいないから教室がねただのこう空気にお金払うみたいなことになりかねないので、やっぱりね塾側というか会社側もなかなかその、まあ、投資したいけどしきれない部分っていうのもあると思います。まあ、ですのでやっぱこういった中学受験の現状を踏まえると、やっぱりねこう塾選びから実は戦いって始まっているんだなということをとてもね強く感じます。あとはですね、やっぱり個人的に思うのは、その大学受験とかと比べると、中学受験って選択肢が少ないんですよね。そもそも、その、中学受験で、例えば、まあ、筑駒でも開成でも野田でもいいんですけど、行こうと思ったら、候補になる塾って、ぶっちゃけ世の中に、まあ、5校あるかな、10校はないんじゃないかな、ぐらいしか多分、ないんですよね、パターンが。ただ、大学受験だったら、じゃあ、東大行くって言っても、まあ、それこそね、うちのような、小さい塾からでも、東大合格者出てますので、まあ、いわゆる選択肢はすごい多いわけです。ってなるとやっぱご家庭にとって選択肢が少ない中でなんとか塾を選んでいかなきゃいけない。なんなら定員だから早めに考えなきゃいけない。でもお子さんはまだ本気になってないんだよなみたいなタイミング。うん、やっぱりね塾とのこう付き合い方とか、まあ、塾に入塾していただく時のタイミングっていうのは、まあ、非常にね難しいものがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ実際ですね、まあ私も周りのね結構、まあ、ちょっと先輩方が多いですかね。先輩の友人なんかだとまだ中学受験ではないんですけども、でも小学校入ってもう2年生3年生ですみたいなお子さんがいらっしゃる、まあ、先輩方もいらっしゃるんで、まあ、やっぱりお話伺ってるとやっぱりねかなり激しいかなと思う。特に、まあ、港区とか、まあ、そのいわゆる東京の23区の中でも、まあ、なんていうんですかね、敗訴っていうとちょっと古い言葉かもしれないけれども、まあ、ちょっとね家賃とか高いようなエリアだと、まあ、かなりね進んでいるし、なんならもっとね本当の富裕層のご家庭とかだと本当小さい頃からインターナショナルスクールに入れたりとか、まあ、そういうこともね出てきているのかなと思います。まあね、中学受験自体、まあ、私がね今自分の仕事にはしていないですけれども、やっぱりねここからこう変化が起きていくのはやっぱり大学受験と中学受験が僕は大きいと思います。ですのでね、このあたりはしっかりとね引き続きウォッチしながら、まあねこうやって動画にできたらなというふうに思います。もしまた皆さんからリクエストあれば取り上げたいと思いますので、よければコメント欄ください。よろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。